トロント地下鉄はカナダのトロントにあるトロント交通局が運営する地下鉄である。1954年にカナダ初の地下鉄として開業し、その後路線は延伸され4路線が運行中である。そのうちスカボロー RT は地下鉄ではなく地上を走る新交通システムとなっており、他線とは区別されている。また、エグリントン線とフィンチウェスト線が5番目、6番目の路線として、LRT タイプの路線として建設中である。最新型車両1、最新型車両2、最新型車両のトロントロケットの内装スカボロー RT 線の車両1995年に導入された T1 地下鉄車両最新型車両の連結部分1954年にカナダ初の地下鉄としてヤング線としてエグリントン駅とユニオン駅間の12駅がヤングストリートに沿って開通した。当初は市電の地下化路線として計画が進められたが、後に本格的な地下鉄路線としての整備に変更された。1966年にはブロアダンフォース線が開通。1985年にはスカボロー線が開通。2002年にはシェパード線が開通した。T のマークのある駅では、陸上機関への乗り継ぎにトランスファーチケットが必要である。1954年に開業、最近では1996年に拡張。8.6km、6駅が2017年12月17日に開業した。U 字型の路線を描く。ラインカラーは黄色。ライン番号は1。1966年に開業し、最近では1980年に拡張。トロントを東西にまたがる。ラインカラーは緑。ライン番号は2。2号線、ブロアダンフォースの東端が支点で、1975年に開業。一部の線路が高架化されている新交通システム。ラインカラーは青。ライン番号は3。2002年に開業。ラインカラーは紫。ライン番号は4。建設中路線で、LRT タイプ。2022年開業予定。ラインカラーはオレンジ。ライン番号は5。フィンチ-ウェスト線は建設中路線で LRT タイプ。2023年開業予定。ラインカラーはシルバー。ライン番号は6。超低床電車のシタディススピリットが導入予定。2023年の路線図ヤングユニバーシティ線、ブロアダンフォース線、スカボロー線、シェパード線それぞれに延伸計画がある。スカボロー線は独自のシステムを持つために、老朽化やコストの問題からブロアダンフォース線の延伸による置き換えが検討されている。その他、オンタリオ線、JLRT、ウォーターフロントウェスト LRT、イーストベイフロント LRT 等の建設計画があり、既存の市電の LRT 路線化も含めて様々な計画が持ち上がっている。トロント地下鉄の地下路線はもともとクイーン通りの地下を走る路面電車として計画されたもので、ハンバーループからグリーンウッドの間をカーブしてブロアダンフォース線と接続するというものだった。建設は一部で当時始まっており、建設途中の駅はヤング通りとクイーン通りの地下に未だ残っており、またヤング通りのオスグッド駅の地下には駅準備工事の跡を見ることができる。このクイーン通りの地下鉄案は1974年にノースヨークの地下鉄建設案にとって変わられたが、残された2つの駅は未完成ながらも今後20年の間に将来の利用者数増加への対応のための駅、拡張工事に使用される案がトロントとオンタリオ州から出されている。地下鉄3路線で合計678台の車両がある。シェパード線及びスカボロー RT は4両編成、ヤングユニバーシティスパダイナ線及びブロアダンフォース線では6両編成で運用されている。地下鉄3路線をつなぐ連絡線があり、技術も共用している。スカボロー RT は28台の車両を保有しており、駆動方式が違うため、地下鉄線内での運用はできない。そのため、地下鉄線と設備、線路ともに接続。共有していない。トロントロケットという最新型車両は2011年に納入された。しかし、T1 と呼ばれる1995年に納入した車両が主力車両である。それ以前の1970年代から1980年代に製造された旧式の車両は2014年に運営から退いた。しかし、新交通システムであるスカボロー RT には1985年以来、同じタイプの車両が使われている。地下鉄全線は毎日運行されており、運行時間はおおむね午前5時45分から翌日午前1時30分までである。日曜日は別ダイヤであり、始発は午前9時である。終電後は線路のメンテナンスや駅整備のために駅に立ち入ることはできない。深夜帯はブルーナイトネットワーク路線と呼ばれる深夜バスが運行されているので、そちらを使用することとなる。それらのバスには300番台の番号が振られており、深夜バスの停留所には通常のバス停に青帯が付されていたり、同じデザインの色違いのものが置かれていたりする。トロント地下鉄はしばしばニューヨーク地下鉄として映画では撮影される。映画サブウェイパニックの1998年版などがそうである。ありがとうございます。